A グループ勝ち点7で4位につける北海道コンサドーレ札幌。プレーオフステージ進出には勝利が絶対条件。グループステージ敗退が決まっている6位柏レイソルをホーム厚別に迎えての最終節。リーグ戦は7連勝で首位に立った柏、6分ボールを奪ったディエゴ・オリベイラに決定機。しかしわずかにゴール左へと流れ先制とはなりません。さらに8分にも柏、大津から栗沢、これも枠を外れますが柏が積極的な立ち上がりを見せます。一方公式戦4連敗中の札幌、18分戸倉が小野との連携でチャンスを作りますがこのシュートはミートせず。5分後にも札幌、マセード、戸倉とつなぎフリーで抜け出した新野にビッグチャンス。決定機でしたが切り方に阻まれゴールを奪えません。それでも迎えた38分、今度はマセード、宮澤とつなぐと最後は福森の左足、狙いすましたシュートが見事ゴールネットを揺らして先制。福森のルヴァンカップ初ゴールで札幌がリードして折り返します。後半追加点を狙う札幌は57分、早坂がボールを奪うと小野がヒールでチャンスメイク。早坂の折り返しに最後は詰めていたマセード、これが決まって2対0。マセードは来日2年目で初ゴール、札幌が柏を突き放します。マセードのゴールをお膳立てした小野は60分、兵道と交代。リーグ戦のいい流れを継続したい柏も73分、アモン・ロペスが残したボールを栗沢、クリスティアーノとつないで最後は宮本。 J 初出場の17歳宮本利明、左足で豪快に決めて初ゴール、柏が1点を返します。に攻勢を強める柏はアディショナルタイム、今井のクロスにアモン・ロペスが頭で合わせますが決まらず、試合は2対1。最終節で勝ち点3を積み上げた札幌が3位でプレーオフ進出を決めました。